タイラス・トーマスはアメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュ出身のバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。206センチメートル102キログラム。大学はルイジアナ州立大学でプレー。レッドシャツを経てパワーフォワードとしてロスター入りを果たし、2006年の NCWA トーナメントでは死に怪我を抱えながらも、 プレーし、チームをベスト4進出に導く働きをした。2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、ポートランドトレールブレイザーズから一巡目4位で指名を受けたが、ドラフト当日にシカゴブルズにトレードされた。そして10月31日のマイアミヒート戦にて NBA デビューを果たすが、この試合でジェームス・ポージーとの接触で鼻を骨折する。 アクシデントに見舞われたが4得点5リバウンドに、ブロックとデビュー戦としては、まずまずの成績を残した。鼻の骨折もフェンスマスクを装着することにより、大事には至らず、1試合を挟んですぐに復帰した。ルーキーシーズンは1試合平均13.4分という、短い出場時間の中で、5.2得点3.7、リバウンド1.1ブロックのアベレージを残し、 オールルーキーセカンドチームに選出された。またこのシーズンのスラムダンクコンテストには、ブルズの選手としては、スコッチ・ピッペン以来の出場となったが、コンテスト出場の動機を、小遣い稼ぎと発言してしまったために品縮を買い、リーグから罰金も課せられた。2年目の2007から08シーズンは思ったように、成績が伸びず、チームも大きく、勝率を落とすなど、 期待外れのシーズンに終わった。2008から09シーズンに、ブルズは新人でリック・ローズが加入し、新ヘッドコーチにビニー・デル・ネグロを迎えるなどし、新体制となってシーズンを迎えた。トーマスは先発の座を確保し、出場時間が大幅に伸びたことで10.8得点、6.4リバウンド、1.9ブロックと多くのスタッツでキャリアハイを更新。 チームのプレーオフ復帰に大きく貢献した。2010年2月18日、ロナルド・マレー、AC ロードラフト一巡指名権との交換トレードで、シャーロット・ボブ・キャッツへ移籍した。11月7日から12月22日までの22試合を、負傷のため欠場しており、トレード前のシーズン成績は29試合に出場し、平均23.4分で8.8得点。 6.3リバウンド、1.7ブロック、1、4スティール、1.1アシストの成績であった。ブルズでは254試合に出場し、1試合平均23.4分、出場し、平均7.8得点、5.1リバウンド、1.4ブロック、0.9アシスト、0.9スティール。オーランドマジックとのプレイオフ第4戦では2 1得点、9リバウンドを上げた。 2009から2010シーズン終了後に制限付きフリーエージェントとなった彼は2010年7月ボブキャッツと複数年契約を結んだ2012年1月25日のワシントンウィザーズ戦ではトリプルダブルにあとわずかの13得点9リバウンド9ブロックと活躍し勝利に貢献した2013年7月に アムネスティ条項を行使されてボブキャッツから解雇された。2015年1月13日、グリズリーズ参加の D リーグチーム、アイオアエナジーに加入、1月22日、メンフィスグリズリーズと10日間契約を結んだが、次の契約は更新されず、再び、アイオアエナジーに送られた。2015年9月4日、バスケットボールブンデスリーガのアイスベーレン。 ブレイマーハーフェンと契約を結んだ。2016年2月16日に同チームを対談した。平均3.6得点、3.4リバウンドの成績であった。ありがとうございます。